チャックバスです。今私はチャンギ国際空港第3ターミナルに来ております。本日はね、こちらのラウンジサッツプレミアラウンジ、こちらプライオリティパスで、ね、入れるラウンジとなっておりまして、今回ねこちらを紹介させていただきたいなと思っております。ちょっと申し訳ないんですけども、今ダイヤモンド修行中で、来ているんですけども、カメラのレンズが傷ついてしまってですね、予備のやつも傷ついてしまってちょっと見づらいかもしれないんですけど、数本の動画だけ、我慢してください。それではね行ってみたいと思います。それではね、こんな感じでいただいてきました。ジンジャーエールも一緒にもらってきました。それではいただきます。まあちょっと夜中っていうこともあってね、このラウンジ僕しかいないんですよね。すごい申し訳ない。ではいただきます。まあ、春雨ですかね。美味しいです。こちら、ね、クリームスピナッツって書いてありました。うん、これもすごい美味しいです。あとカレーのチキン。このラウンジはね、2018年になんかベストラウンジ賞的なのをプライオリティパスのラウンジの中で撮ったみたいですよ。そんなようなことが、アプリのプライオリティパスのね案内に書いてありました。でここはね、シャワー、アルコール、飲み物で食事、あれ2回言いましたね。基本的にどれも利用できます。このチャンギ国際空港ってすごいですね。ほとんどのラウンジが食事、アルコール、シャワー、飲み物、ほとんどっていうか私が行ったやつは全部ありましたね。やっぱりプライオリティパスのラウンジはやはり3時間っていう制限があるみたいですね。ここも3時間ですね。果たして3時間になったら声かけられるんですかね。時間ですよみたいな。今のところ私は3時間ですって声かけられたこと一回もないんで、あるんですかね。
多いし、何よりね、24時間やってるラウンジが多いんですよ。それもすごいことですよね。このチャンギ国際空港はね、チェックインが48時間以内からできるんだったかな。なんかそういうあれがあるみたいで、私も丸一日チャンギ国際空港にいるんですけど、まああと3時間ぐらいで24時間経つんですけど、24時間前から入れるってすごいですよね。だから私も24時間前に来て、ラウンジをちょこちょこ回りながら、で今夜中の2時半ぐらいなんですけども、8時に次のフライトがあるんで、まあ入れるだけここにいるか、もしくはもう空港のラウンジに移動しちゃうか、どっちかは考えようかなっていう感じです。ここ美味しいですね。あっという間に全部食べちゃいそうです。それではね、あともうちょっとなんですけど、全部食べてゆっくりしたいと思います。それではね、ラウンジの方出ました。やはりね、ここも、お酒、アルコール、食事、シャワーも揃っていて、とても便利となっております。私が滞在した2時間ぐらいですかね、いた間は誰も利用してなかったですね、まあ、夜中ですからね。今回の動画はこんな感じで終わろうと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。